手で現金およそ20万円を奪って逃げました。警察は防犯カメラの映像を公開し、行方を追っています。これは今日公開されたコンビニの防犯カメラの映像です。黒のジャンパーを着てマスクで顔を隠した男がレジカウンターの店員に現金を要求しているような様子が映っています。警察によりますと、今日午前